皆さん、こんにちは。戸田和之,之です、えー。週が明けました。今日とってもいい天気です。えー、皆さん、先週末は、えー、どんな試合をご覧になったんでしょうか。あー自分は J1D の第2節ですね。えー、浦和列対ガンバ大阪の解説を担当しましたので、えー、そちらの話をこの動画ではしようかなと。で今朝方行われたカラバオの決勝も、えー、さっき見終わったんですが、 まあ、あれだけなんか当たり前にリスクを犯して攻めまくって、スコアレスで PK っていう、こんな試合があるんだなっていうぐらい、非常にエキサイティングで、面白くて、で、なんかこう、圧倒されて、ああ、やばいな、世界遠いな、と思ったんですけども、まあ、ひとまずこちらの動画はですね、浦和対ガンバ大阪の試合の振り返りですかね。気になったところとか、 えー、よかったなと思う話をしてみようと思いますので、えー、よかったらご覧ください、はいえー、赤を裏は、青、ガンバ大阪でお話をしようと思います。えー、開幕のところから言うと、えー、ガンバの方は、まあ、パトリックが残念ながらというところにレアンドロ・ペレラがいってでの、まあ、右のシャドウの石毛のところに尾瀬が上がり、柳サが右のウイングバックで、三、え、浦、ー、ーーゲンタがイバックに入ると。 まあ、ベースのフォーメーションは一緒でしたね。で、裏の方は、えっ、ー、と、こちらは秋元が退場処分になってしまいましたので、えまあ、そのところが変更点にはなったかなと。で、まあ、ユンカーも今のところまだ起用ができなくて、えー、そうですね。まあ、コロキもいなくなりましたし、少し前のところがっていう部分はあんのかな。まあ、でも、江坂がいて、小泉がいて、 まあどちらも動きながら自分でもボレールを受けられて連携も作れて簡単持打てるという意味ではまあコレクティブにプレーをする意味では人材という意味ではああいるのかなとは思いつつあと酒井宏樹は出られなかったですねまあおそらく怪我だと思うんですけどもでまあ一番前が江坂ですと。 で裏側からすると京都の試合を見るとですね、まあ、京都が本当に、えー、ハイプレス、ハイプレスで向かってきましたから、まあ、ボールを安定した保持から相手の背後に入っていくとか、えーまあ、プレスを受けた時にうまくプレス回避ができなくてで前半のもう30分過ぎぐらいからですかね 蹴る方向に、えー、針を振ってしまいましたんで、まあ、あの時点でちょっと試合、その、スタイルってところで考えると、一個捨てる形になりましたから、あもう少しキーパーも使って、<laughs> 下をしっかり作って、まあ、出てくる相手のそのスピード感に早く準備をして、で、うまくプレス一つ二つ外しながら、背後逆サイドってところまで持っていけたらよかったんじゃないかなっていうところなんですけども、浦、え、和、ー、に関しては川崎との試合が、逆に浦和がハイプレスハイプレスで入って、ツートップトップ下で入って、 まそれでうまくゲームを作ったり、ま、最終的には保持率は低いんですけど、ま、序盤の1点と後半のカウンターで点を取って勝ったと。保持率自体はすごく低かったんで、そこからの移行の部分がうまくできなかったんじゃないかっていう可能性もあると。で、その2試合を経てのガンバ戦なんですけども、ボールは持ってましたね、序盤は。で、ガンバからすると、541ですから、ま、基本的には後ろ重いんで、 もし高い位置から取りに行こうとすると、まあ、前線が3枚ですから、えー、まあ4対3になりますし、ここが同数になったとしても、外側に、もしくは、まあ、内側のところは、はい、入ったサイドアフのところはおそらく、スリーバックが見ることはできるんですけども、と今度はここのトップ下のところも浮くんで、いかに、 浮いてるところを隠しながら数、まあ、うう的な状況からうまく局面を作ってボールが奪いにいけるかっていう、まあ、そこだと思うんですけども、まあ、いかんせん、えっと、レアンドロ・ペレラが一番前にいたんですけども、まあ、彼が、まあ、全く動けませんでしたねだから得点してきた格好は持ってますし、えーまあ、実力的にはおそらくその攻撃の局面でできることはあるんでしょうけども、まあ、現状、コンディションのレベルが非常に低いんじゃないかということがあるので まあそうなってくると、なかなか思うように、えーまあ、守備を構築まずできないなと。もし前から奪いに行くんであれば、全体として運動量をシェアしなきゃいけないんですけど、まあ、ここがまず前半は、えー、できなかったですね。もう明確にできなかったんで、その上で少しあのボールを追いかける感じになりましたから、そうすると、まあ、例えばですけど、 こんな感じになったときに、まあ、岩波のところがフリーになるわけですね、2 1なんで。2 1なんでフリーになるんですけども、まあ、そこに人を出せるか出せないかっていうところが、まあ、非常に岩場大阪からすると難しかったと。で、こんなところに、例えば小泉なんか入ってた時にまあ立縦パスがズバッと入ったところで、岩場大阪の中盤の背後を取ったり、まあ、プレースが中途半端になった時に、決定機の場面も前半もそうだと思うんですけど、まあ岩尾が。 コントロールタワーの岩尾がボールを持ったときに、まあ、どうしてもこういったところにまた江坂が左に流れてくるところもあるので、まあ、中盤のここの中世純とクラッターの脇の背後にボールを通されたりっていうところが、まあ、結構多かったんじゃないかなとです上からすると、まあ、相手は前が3枚ですから、まあ、3枚なんで別に中盤が降りる必要はないんじゃないかなと個人的には思ってますけども。 まあここにこ,この数的なところをうまく使いながらあとは前にいる人とまあこのトップ下の選手がうまく相手の中盤の背後のところを、まあ、どっちかといと小泉右で餌か左ってこんな感じだったと思うんですけどそうするとまあ引っ張って手前手前があって引っ張ってこの背後っていうところをまあ、うまく取れた場面があったんじゃないかなっていうふうには見えましたので。 まあガンバからすると、運動量が出せない人と、まあ、その運動量が出せない選手がいながらも、頑張ってボールを奪いに行こうとするところの、やっぱりつなぎがなかなかうまくできなかったと思いますので、まあ、非常に難しい前半途中までだったのかなと。で、中継の中で言ったのは、まあ、守備を行うときに、まず全体がコンパクトであることは望ましいんですよね。ライン,ラインごとの距離が、例えば15メーターとか20メーター開いてしまうと、 まあ次のアクションが届きませんから、そうなった時に、動けない人をまあ走らせる必要もないんで、まあ、裏からするとここに大体真ん中1枚で、そして伊藤が右に降りるみたいな感じはあったんですけど、まあ、いずれにせよ、この下から始める時に、もしウィングバックを前にビヨンって出したいんであれば、このプレーを始めるセンターバックのところを誰が見るのかって形にはなりますし、まあ、スタートのポジションがもしこうだったとして、 まあレアンドロペレーラを逆に言うと前に出さずに、まあ、これでもここの真ん中にいても、ある程度きっちりパスコースは消さなきゃいけないんですけど、まあ、シャドーの選手をセンターバックの方に少し寄せつつ、まあ、外にボールを出させたときに、ウィングバックが前に出ていけば、まあ,あとは後ろがこうやってずらずれながら捕まえに行くと、まあ、局面は作れるんじゃないかなっていう話は、はあ、しました。 たこれができるかどうかっていうのも、やっぱりレアンドロ・ペラーのポジションの選手が真ん中に立ってるだけじゃなくて、しっかもここをうまくボールの動きに合わせて真ん中を通過されないようにっていう守備も行わなければなりませんから、まあ、そうが簡単に言う,とうまくできなかったんで、途中から多分ガンバは下がったと思うんですよね。もう前に出ることをやめて <laughs>、下がりましたと。 で下がったときに、少し困ったというか、それまでと違う展開になったのが浦和で、それまでは相手のスリーラインの縦の距離と、プレッシャーをかけられない、動けない人と、それを踏まえた上でも、どうしてもボールを奪い行くっていう人のギャップがあったんで、まだ岩波から縦のボールとか、もちろん中盤岩尾から縦のボールとかは入ってたんですけど、こうやってガンバがスリーラインの距離を狭めて、中盤の4枚もあんまり出ずに。 少しこう自陣に構えるようになったときに若干、ここから攻めあぐねに入ったんじゃないかなと。で、サイドに関根がいて、松崎がいて、で、まあ、サイドバックがいるんですけど、まあ、後半になって、ここが、はい、まあ、あたりに変わったんですが、やっぱり右利きの選手が左サイドバックに入る時きのた、地位置の高さの取り方を、ま右足が常に使えるところに置いておかないと厳しいなっていうのは、実際に後半にあったんで、まあ、これは先に言っておきますと。で、まあ、こうなったときに、 今、裏からするとどうやって、えー、分厚さを出しながら、相手陣内に入っていく、もしくは相手を振りますってことができるかなと思うんですけども、まあ、伊藤が、あの、近づと右に降りることが多くて、ここが結果的にちょっと自分は、えー、どうなのかなって思ったところはありました。で、前半に関してはそれでも、そんなにこう、困る場面はなかったですけども、多分、それまで縦のボールが結構、快適に出会いしたので、もう少し、 まあ、ショルツがいたり、まあ、岩尾がいたり、まあ、こんな風になった時に、まっすぐのボールがなんか、多分入りそうな感じがしたんじゃないですかね。それまでが入ってましたから。ただ、相手の立ち方っていうと、どっちかだと終盤がちょっと締めたんで、ただ、締めた時に、相手の、まあ、基本的にこの中央とか、相手の中盤の背後とかを、まあ、うかがう選手がいると、その上でボールホルダーが、フリーな場合は、 まあ守備側はやっぱり、まずはゴール方から、ゴール方向からやっぱり守る傾向にありますから、これ当然ですけど、ボールホルダーフリーなのに外に動いたらそのまま縦パス入っちゃいますから、こうなった時の裏の攻撃の考え方が少し直線的すぎたんじゃないかなっていうのと、あとはサイドバックの選手の もしくはサイドバックと、はい、内に入っていくサイドハーフですかねここの役割分担とそこから基本的にこの深い位置に入っていくというところが、まあ、ちょっと足らなかったんじゃないかなとですのでもう少し、まあ、引きつけてもちろんこう狙う体勢は取った方がいいんですけどもでこの時のやっぱり相手のウイングバックとの距離ですねここをやっぱり近づけすぎるとボールコントロールするまでに寄せられちゃいますので この立ち方の部分を、まあ、どうすべきかっていう。まあ岩尾がいて、糸がちょっと右に折れることが多かったんですけど、まあここがもう一枚、まあ前に入っていくと、まあより分厚さは出ますよね。分厚さは出ますし、ただまあその後のトランションのところは意識はしなきゃいけませんけども、まあ1、2、まあ、3枚いるんで、 まあこれでも十分かなと思いつつはそれでも少しっていうんであれば、まあ、こうでもいいと思うんですけどこの時に、まあ、右レータ松崎とここが、えー、宮本ですかカ、まあ、彼らのここの連携の部分もちょっと足らなかったですかねフリーな選手がこんなところで、えー、伊藤がボールを持っても、まあ、どちらも相手にこうどちらも相手に まれている、えー、もしくは距離が近い。で、その上でボール持っている人ももう少し、まあ、なもしくは、まあ、こっちなんでしょうね。ところまで見た上で、まあ、プレーができたら違ったのかなっていうのが、まあ、前半の途中からここにかけてだと思いますと。で、まあ、あとはここら辺の、まあ、サイドバックの選手がもう少し、例えば低い位置にいると、 まあ、いずれにしようガンバからするとここはウィングバックの選手が出てくる構造にはなってますんで、まあ、裏の右でいうと宮本なんですけど宮本がボールコントロールして顔が上がるまでにどれぐらいガンバからすると、まあ、クローカーの寄せが到達できるかどうかが非常に重要になってくるので、まあ、高い位置を取ってそのまま背後も1つですし逆に言うと相手から離れて来させて そうすると、おそらく、例えばこういう、抜ける動きと、入る動きを同時に使うと、例えばこんなこととか、十分あるんじゃないかなっていう。で、完璧にこのガンバ大阪が、マンツーマンを敷いてるわけじゃないかったんで、押し下げてもいいと思うんですけど、押し下げた時に、ここ,こを使う人が、まあ、伊藤なのか、 もしくはここまで、松崎が降りてくると、まあこれでも前向きが作れますと。前向きが作れたとしても、最終的に目指すのは、こちらと、まあこういうとこになると思うんで、ただまあ前向きできたときに、例えばこんな立ち位置関係になれば、当然ながら、こういうとこも出てくるし、これも一緒で、で、深い位置狙う人がいたり、深い位置が狙う人がいたら、もう一回入ってくると、ここからまた、 みたいなところが、もう少しなんかこう、サイドバックの立ち位置を微調整するだけでも、でそこで前向きを作るだけでも、裏の方はあ、そういったことは可能なんじゃないかなと、っていうふうには、えー、感じましたと。ガンバー後半に入ってから、えー、前線変えましたんで、山ミが入って、石毛が入ってで、裏からするとこの伊藤が右に降りると、3枚気味になるんですけど、でこまあ、降りた上でここに岩尾がいますので、まあ、この1枚のところをうまく <laughs> 使いたいっていう もしくはここを見せつつってことはだと思うんですけどガンバからすると、まあ、前が3枚で宇佐見も含めて頑張って宇佐見も走ってましたからの下の3枚のところに同数で来るもしくはすごくスプリントで追いかける人が出てきた時に高校の,の話と一緒に結局この外側のところに追い押し出されて。 宮本のところでロストするとか、もしくは後半はこちら側が真当たりになってるんですけど、結局、ここが同数になってるので、かなりスプリントで寄せられたときに、まあ、岩のところも当然見えませんし、で横にしか出せないとどんどん,どんどん出てくるので、こうなったときに、まあ、右利きの選手が、ね、左のサイドバックに入ってるんですけど、まあ、こんなところが、やっぱ相手とちょっと距離が近すぎるので。 ボールが出てもできることはあんまりなかったですね。だ大体いい後ろ向きでボール下げるって。下げたらまたいてきますからっていう。で、ここもやっぱり一緒で、まあ右利きでも左利きでも一緒だと思うんですけど、どれぐらい相手との距離を取りながら、来る間に次の場所を探せると、これ中継でも言いましたけど、そうすると多分、こんなボールが入ったり、パカッて開いたらここに岩尾が来るんでっていうことが可能だったんじゃないかなと思って、えー、見ておりました。 でそのまあ、下を3枚にし,していた理由っていうのは、まあ、あえてその、こうさせてこうさせた裏後ろ側を取っていくっていうことなのかなと思ったんですけどなかなかそれも裏はできませんでしたし、まあ、スケジュールの部分もあるのかもしれないんですがその、まあ、全体の,このポジショニングの部分です、ね、配置の部分が、まあ、後半は特にガンバー大阪の方うが運動量、スピードが増したときに少しこう手詰まりになって、えー、サイドバックのところではまってしまう失う。 場面が増えましたガンボン作からすると、まあ、開幕から、まあ、ルヴン含めて3試合やった時にこの試合の後半が一番しっくりきたんじゃないかなと思いますと。ただクラブにはやっぱりなんだろうな、えー、クラブがそもそも選択して保有している選手がいますからで加藤作監督以下新しいスタッフが来た時に、まあ、編成の分でどれぐらいんだろうね発言権があったり でその中でやっぱり、まあ、高額の外国人選手は、基本的には起用するっていうことを、まあ、クラブから求められている可能性もあるんで、まあ、そうなってくると、その選手の状態でかなり試合が決まってくる。で、少なくとも、お土曜日の試合に関しては、前半はレアンドロ・ペラがもう大ブレーキで、で、前半最後のあたりなんですけど、少しこう、速攻気味でサイドに展開したときに、 まだボックスのかなり手前をジョギングしてたんですが、まあ、その時も自分は言及はしたんですけど、やっぱこのスピード感の流れボックス内まで入っていって、やっぱクロスを送り込むっていうのが、まあ、基本的にその速さの部分は今、当たり前に必要な時代になっているので、やっぱ体がまだ動かないんだろうなと。まあ、そんなので前半で諦めた時に、ガンバ大阪はまあ守備からっていうところをしっかり取り戻して、もしくは今シーズンで一番良い部分は見せたと思いますから、まあ、これがまた次節以降のガンバ大阪の。 一つスタンダードになるかもしれないなと。やっぱりフットボールコレクティブなスポーツなんで、みんなで運動量をシェアしながら、どれぐらいボールを持たいない局面で効果的に走れるかっていう、どっちみち一人がボールを扱う時間が短いので、ボールを扱うまでのランニングの分が非常に重要になるっていうところを、ガンバ大阪の試合を見ると非常に感じた部分でありますと。 で裏については、もちろん裏も裏はで、えー、コロナがあったりいろいろありますけども、ボールをやっぱり持つときの、特に下ですかね、下の作り方、ここが、ちょっと相手からするとプレスかけやすいのかなって見えるところもありましたんで、まあ、こんなところどう考えるのかっていう、まあ、相手3、4、3だったら、まあ、ど真ん中2枚でもいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、個人的にはちょっと考えるところもありますから、まあ、これが、 こうなった瞬間に、まあ、自分の目の前にガンバサッカーの選手がいるんで、まあ、ここに向かっちゃうぞっていうことは十分考えられるんですね。こうですね。こうなった時にここに1枚。であとはこの相手のラインの後ろに、まあ、例えば4人置いてるっていう。でこれはまあこれで食いつかせて取るっていう意味では、盤上で言えばトン、トンで遅れて出てきてトンみたいな。 こういうことは十分可能なんですけども、やっぱりコンパクトな中でガンバ大阪はボール保持者からしっかりかなりのスピード感でプレッシャーを上げたときに、裏はやっぱり真ん中は使えなかったですし、外に出した時のこのサイドバックのやっぱり立つ位置ですね、もしくはサイドバックと内側に入っているサイドバックの連携のところ、もしくはこの後ろの選手の幅の取り方、まあ、逆に言うともう少し離れて角度をつけて、追わせる角度をつければ、 下の選手からもボールが入る可能性はあるんですけども、これの,辺のちょっとその微調整がもう少し必要だったのかなっていう。スリーバックはダメっていうよりは、まあ三枚気味したとしても、もう少しそこの立ち位置を入ってから離れてずらして、でボールが出せるような余裕を持てるようにすると違ったのかもしれないなと、まあそんなことを感じた試合でした。はい、えー、ちょっと話をしていましたあ。一つの試合の中でかなりこう展開が変わって、序盤は裏が圧倒的に有利で、確かにあそこでゴールを決められていれば。 試合をもう終わらすことができたかもしれませんけどもまあガンバ大阪が考え方、ーまあ、を変えて大阪下げたと思うんですけどこうなった時にちょっと攻撃のところは手詰まりになったというかそれまでの成功体験があ判断のところをそのが変えたガンバ大阪に対しては効果的に発揮できなかったんじゃないかなっていうことを感じたのが一つとガンバ大阪はやっぱり人を変えた時にチームが変わりましたんでやっぱりみんなで走らなきゃいけないっていことはあ間違いなく必要なんだなっていうのが あの試合でもかかるんじゃないかないいと思いますでそうなった時にやっぱりか基本的にそのフォーメーション対フォーメーションの組み合わせのところは、まあ、ある程度やっぱり踏まえた上でプレーを始める時にポジションを取らないと、まあ、個人の力量だけではなかなか状況を打開できないっていうのは、まあ、非常に競ったところの戦いになりますから、まあ、難しくなるなっていうのはあ明らかで,で今朝方の空場を見てても、まあ、そのスタートのポジションをどれだけ早く正確に取れるかのところをまず どれだけ質高く行えるかでその後の攻撃と守備はやっぱり変わってきますしそこをやっぱりサボらずにサボらずに、ね、スプリントに近いアクションでもポジションを取るセンターバックがいるのが例えばジェルシーであってリバプールであるとそんなところも含めて見ていくと非常に興味深い浦和対ガンバ大阪だったのかなとやっぱ幅を幅と深さっていう、まあ、普遍的な,なんかこう原理原則みたいなものがあったときに まあそこを誰が作って、もしくは相手のシステムでいうとここに人が出てくるので、まあ、出させた上で背後を取るとか、逆に言うと押し下げるとか、まあ、サイドワーフがもっと幅取って高い人取ると、おそらくガンバ大阪のウィングバックは出てこないのでとか、まあ、いろんな多分考え方あるんですが、この前でいうと、サイドバックが宮本と後半、えー、でいうと真あたりが幅取ってましたんで、そこがやっぱりウィングバックと距離が近すぎましたしで、裏は伊藤が降りることが多くて3枚気味にするんですけど、そこもガンバ大阪からすると、前が3枚なんで、そのまま。 中をしっかり閉じつつ向かってきたんでどうしても外回りになった時に一番外で局面作られて失っちゃうっていうのが裏からするとかなり多かったんじゃないかなと思いましたゲームはまあ基本的にその下をどういうふうに作るかと中からしっかり見ながらゲームを構築するともちろん幅取ったところの内側が生きてきたりとかもすると思いますしまたやっぱり背後ですね背後を忘れずにプレーをするっていうことができると中盤の後ろが空いたりもするかもしれませんし。 やっぱり試合の中での変化にどのように対応するかっていうのは非常に難しいんだなということを感じた試合でした今週は水曜日に川崎フロンターレとまた浦和レッズの試合の解説をしますのでまたそちらもぜひご覧になってくれたと思いますそれでは20分ぐらいになっちゃいましたけどもこれで浦和対ーサ坂の振り返りを終わりますありがとうございました